送って宮上がっていく、中へ入れてきた、ゴール。うーん、素晴らしい。前半まだ始まったところ、レアルいきなり先制点を取りました。見事なキック。場内が大歓声に包まれません。上がっていく、カウンターで来る、パスを出しません。直接いった、コーナーキックに変わります。リバプール、ここはしっかりと守りました。ちょっと当てる選手が少ないか。シュート、これは危なかった。ちょっともったいなかったですね。いや、外れましたけどね。これアプローチ、パスのタイミングを見る、柔らかいパス、シュート、キーパークリア。いいマークですよ、このボール。おお、どうだ、シュート、キーパー。レアル、前半で1対0、得点後もまだ流れは変わっていませんか。そうですね、まだ流れは変わってない気がしますね。出てきた、さあ追加点のチャンス、一人で持ち込む、ヘッド、あっとゴールになりません。大きなチャンスでしたね、残念です。そう、縦から、これはオフサイドではない。ここで笛です。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。ヘッド決まった、追いつきましたね。同点に追いつきました。後半始まったばかり、リバプール同点。試合が面白くなってきました。フリーキックからの見事なヘッド、これで面白くなりましたよね。素晴らしいフリーキックでした。そうですね、でもさあ入れるか、頭で流し込む、さあこれは入ってきた、シュート、左足、キーパー追いかける、右側コースを探す、コーナーです。通りません、チェック。おっと、前に3人上がっています。そのままシュート、もったいない。ヘッドで競り合います。チェックきついですよね。スライディング、そのままいった、入った、右足、2点目。ゴールネット左隅にさっくり決まった。スタジアム中が大歓声で揺れています。ここはね、見せてくれましたよね、はい、さて画面ではトライマのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。しかしこれで勝ち越しになりました。レアルとしてもうしてやったという感じ。追いかける、自分で行くか、最後の位置を見せる、シュート、右足、これまずい。頭で競り合います。いいプレッシャーだ。送ってきた、追加点のチャンスだ、合わせた、決める。ちょっとね、これ決まった感じですね。後半ロスタイムです。レアル勝負を決めてきた。ゴール中央へ鮮やかに、もう急ぐしかないですよね。あっと、ここで終了の笛です。レアル勝ちました。